はい、クズの趣味部屋へようこそ。今回はね、タイトルにある通りなんですけれども、まあ一応ね、ちょっといろいろ考えまして、当チャンネルのね、細分化を図りたいと思ってます。はい、というのもね、まあこちらでね、まあフィギュアを結構メインで取り扱ってるんですけれども、まあ、たまにねブラインド、こういうビックリマンとかねブラインドもの開封してますが、あまりねちょっとフィギュアの開封と比べたら全然再生数がねいかないので、まあこっちのチャンネルで求められてるのはやっぱフィギュアの方なのかなっていうのを感じてまして、今回はねこちらのチャンネルはフィギュアの開封をメインでやっていきたいと思います。でこういうねブラインドものに関しては新たにねもう一つゲーム実況チャンネルあったんですけれども、そちらねちょっとゲームの方がね動画としてアップできる環境ではなくなってしまったんですよね、ちょっといろいろ機材とかがちょっとね不調続きで、そちらの方がアップできずにずっと放置してたんですけれども、あまりにもねちょっともったいないので、そちらの方でブラインドものの開封をメインにやっていこうと思ってます。はい、なのでね今度から中身がわからないね、そういう商品とかグッズね、そっちのチャンネルでやっていこうと思ってます。まあチャンネル名もね分かりやすくブラインドグッズ開封チャンネルっていう風になってますんでね、まあ、コズの趣味部屋とは書いてないです。ブラインドグッズ開封チャンネルっていう風に書いてありますんでね、ぜひそちらの方もねチャンネル登録していただければなと思います。はい、まあ、一応ね概要欄にリンク先貼ってありますんでね、そちらから飛んでいただいて、ぜひねチャンネル登録していただければなと思います。でそのね第1弾としてやっぱり私の大好きなビックリマン、これの最新弾、なんとね36弾が出ましたね。はい、こちらを開封していますんでね、ぜひそちらを見てチャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、今回のこのチャンネルではそのお知らせということでね動画としてアップさせていただきました。まあ、こちらの方もね引き続きチャンネル登録していただければなと思います。ぜひねメッセージとかもいただければ返信させていただいてますんでね。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。